ソゴーソゴクレテンソゴクレテンは、株式会社、ソゴ西部が、広島県呉市の呉駅前で運営していた、百貨店。民事再生前のソゴグループ時代は、呉ソゴとして、株式会社呉ソゴが運営していた。地上7階建てで、地下階はない。呉駅とは2階のペデストリアンデッキで連絡し、さらに立橋で、国道31号を挟んだ道路の反対側とも、 連絡している。通称、呉祖号。オープン時のキャッチフレーズは、呉で初めての都市型本格派百貨店。立地の経緯により、敷地の8割と建物の6.7階は、呉市が所有し、年間1億円の賃料を祖号。西部は呉市に支払っている。営業末期は、祖号広島店の運転扱いになっていた。当時には、 クレシ交通局の施設が存在した。1981年より再開発計画が検討され、交通局は国鉄が所有する林地に建築した新庁舎に1988年2月1日に移転。同月8日にクレ駅前に市区第一所市街地再開発計画が認可され、建築を開始した。1990年3月3日に、 同時に建築していた貸しビル、交通局西中央ビルが完成。同月18日、呉駅前西地区再開発ビルに呉れ祖は開店した。建築は第一種市街地再開発事業に基づき行われ、交通局の資産は再開発ビルの6階と7階の一部と底地に権利交換された。2012年6月27日、運営する祖号。 西武が、ソごうクレ店を2013年1月末で営業終了する方針であると発表した。その予定通り、2013年1月31日に閉店した。最盛期の売り上げは、1993年2月期の212億円が最高であったが、クレ駅の裏側に開店した夢タウンクレの開店以降は、売り上げは低迷。2012年2月期で、 89億円になっていた。跡地の利用については2013年1月の閉店時点で決定していなかったが、2013年8月に報道各社が泉を主体とし天ん屋などが入店する複合商業施設になると報じられた。しかし、その後温沙汰はないまま、2019年現在も空き店舗のままとなっている。2020年8月31日、呉市は ソゴ呉クレテンの土地、建物を、ソゴー、西部と日本通運から購入することを表明。同年10月28日に契約、同年11月4日に登記が完了され、クレによる単独所有となった。地上7階建てで、最上部に屋上階が存在した。2008年から2009年にかけて、ソゴ呉クレテンの外省担当の男性社員が、 一人暮らしの認知症の女性に近づき、絵画や貴金属など合わせて数百点、総額で約7000万円相当の商品を買わせていたことが分かった。女性は男性社員に買わされたと話しており、実際に男性社員が女性を銀行に連れて行くなどして代金を振り込まさせていた。この男性社員は認知症だとは知らなかったなどとしている。ありがとうございます。